山形有友記念館、山形農場は、山形有友が、明治時代に、宝木川を挟んで那須のが原に隣接する、高原山山六の栃木県伊佐野に開いた、開拓農場。那須のが原及びその周辺に10以上も開かれた、家族農場の一つである。山形有友は、1869年から1870年に、かけて、欧米事情視察のためと押し、 ドイツで貴族が田園に農場を構え、農業、林業経営にあたるという貴族農場を見て、感銘を受ける。政府が、那須のが、原の広大な第三主管誘致を払い下げることになったとき、当時ここを開拓すべく、大農場を開いたのは、栃木県霊、三島道常をはじめ、青木修造、山田明義、大山岩尾、西郷つぐみち、松方正義、佐野城民。 品川矢次郎、戸田宇治高、毛利元都市、鍋島直弘など、早々たる面々であった。有友も、ナスが原への入植を希望したが、平地のほとんどはすでに他の交換や、旧藩主らにより抑えられていた。有友は、渋沢栄一が払い下げを希望しながら、地元の反対で断念したナスのが原生部に、隣接する伊佐野について、許可を譲り受け、地元の同意を取り付けて、 払い下げにこぎつけ、1886年、伊佐の農場を開くに至る。山形が払い下げで得た土地はおよそ、自然林150丁部、草山600丁部で、その多くは山林であった。山形は、開墾にあたる人員の募集の際に、土地を持たない農家の次男、三男という条件をつけた。農業を、富国の基本と考える有友は、一定の条件を満たした。 小作人に土地を与えて自作農を育てることを目指した。住まいを用意し、入植者の指定のための学校を開くなど、細やかな配慮も怠らなかった。その回もあって開墾も進み、1910年には、有友は以下のような歌を読んでいる。篠原も畑となる、世の伊佐の山緑にこもる杉に、日の木に自作農を育てる方針は、有友なき後も生き続け、 1934年、三代目、当主、山形有道は、山形農場開設50周年を記念して、小作人36名に土地を分譲して、自作農としている。当時開かれた、家族農場の多くは平地にあって、工作を小作人に任せていたため、第二次世界大戦後の農地改革などの影響を、直接受けたが、大畑の多くを小作人に、上渡済みで、 山林主体の経営となっていた山形農場だけは農地改革の影響をあまり受けることがなかった。山形有友記念館は山形有友の遺品や山形文書など関係資料を収蔵展示する資料館。1999年開館。栃木県や板市の山形農場敷地内にある。記念館の建物は小田原の古希安にあった伊藤中多設計になる。 木造洋館が関東大震災で被災したとき、これを移築したもので、現在は栃木県指定有形文化財に指定されている。収蔵品には、明治天皇からの貸し品や陸軍関連の備品、伊佐の農場図工や山形がやり取りした書簡も含まれている。1951年9月21日に国鉄バス。 関東地方自動車局路線として、上伊佐野を山形農場が開通した。これは1937年焼田線の枝線として、山形農場までをつないだものであった。焼田線は後、焼田北線となり、また、国鉄民営化に伴い JR バス関東、西那須の支店の運行となっていたが、バス路線の順次廃止の波の中、 山形農場線も1992年3月31日に廃止となった。バス路線名及び停留所名表記は戦後の東洋漢字に沿い、路線名、山形農場線、停留所名、山形農場であった。周辺地図、藤森照信はなすのが原の大農場をプランテーション別荘と呼んでいる。玄君、財閥の邸宅三38から39ページ。 伊佐野は明治維新までは地元の入会地であって、明治になってから勧誘地に繰り入れられたものの、地元民にとっては依然として落ち葉、そう、焚き火を得る場所であり続けていた。山形はこの権利を保障し、払い下げについて地元の領海を取り付けた。山形農場の成立事情と、山形有友の理想、木を育て森に生きる。86から101ページ、因波城作。 1832年から1888年、八いたた1849年から1922年、山形有友記念館、展示品説明、森勝造、1848年から1916年、旧来る離反氏、 イサの農場図項300ページ http コロンスラッシュスラッシュ www.magame.jp スラッシュ fumo スラッシュ jnr400.html ふの企画乗り物感染 985? 夏国鉄バスネットワークの記録関東地方自動車局。ありがとうございます。